山田正康サラバンジ頼り、誰が呼んだか心優しきパンクロッカー山田正康です。現在私はカラオケハウスにおります。まあ、2時間ほど練習してですね、ちょっと今、まあ、一息ついて、まあ、そろそろ帰ろうかなというところなんですが、まあ、なんかこの格好だけだったらね、そしてこの背景だとなんかサウナに来てるのかっていう感じもしないでもないのでね、こうやってこの一応ハモニカのホルダーをかけてですね、まあ一応ここはカラオケルームですよっていうことをね、ちょっとこう何気に、まあ、証明してるという感じでございますけれども、今日はですねカラオケ屋さんのジョイサウンドが見れる、このジョイ TV っていうのが見れるですね部屋に今入ってるんですけれども、僕は結構この、まあ、あんまり機械に疎いのでね、なんかこうあんまり今の音楽がどういうのが流行ってるかね、やっぱり疎くなりがちなんですけれどもね、こうやってカラオケ屋さんに行くとですね、もう本当にね、なんですか、新しい新人の方がですねたくさんいてですね、ちょっと勉強になりますね。ちょっと気になった歌とかアーティストはですね YouTube で調べたりしてですね、まあこうやって吸収したりすることがあってですね、この間なんかそれこそ、河本ひろとさん、まあ、ちょっとユスンが間違えて言っちゃった河本ひろとさんがね YouTube で対談してるのを聞いたらですね、河本ひろとさんはですねライブもよく見に行くと、ローリングストーンズのライブもですねもうなんか最初の日本公演の初日から最後まで見ると、やっぱりこの、まあ、ステージに立つ人間は表現することも大事なんだけども、インプットする、ね、いろんな音楽をたくさん聞く、吸収するっていうのも大事なんだよっていうふうにおっしゃってましたけどもね、僕も、まあ、見習いたいなというふうに、思っております。はい、そんな感じで山田バサラ大交流会に備えて、こうやってカラオケ屋さん、サウナじゃないですよ、カラオケ屋さんで練習してますので、ぜひですね25日のライブ、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。ユスンが歌います、名優の又吉弘さんが歌います、山田バサラもサラバンジ歌いますので、どうぞ25日の大交流会お待ちいたしております。サラバンジ。